配信開始してます。大丈夫です。はい、じゃあ第1試合、稲木さんと、中野さん、ムーです。実況をやります。ありがとうございます。ありがとうございます。ひろきにさんから差し入れがいただきます。試合の方は、中野さん、キャミーと、ゆりっちの、チュンリー。めくりが入ったが、つながらず。これは削りで死にかく中野キャミーの勝ちですね。次タツトチさんの竜ですね。はい、まずは中野キャミーが1勝。はい、出てくるのは辰俊龍。龍キャミン、あ、うまい。マリオで返した。あれで返せれば最大ですね。おっと、暗い投げされて裏着地キャノン。で、辰俊さんが1本。お、見やすいな。お、中ゴスで立ち、おっと、大波動痛かった。竜巻当たって体力は若干龍が有利。キャミーパワーキャラだからね、全然ありますよ。おっと、見てる、うまい、いい反応。マリオ真空は削りでも、そうやね、いい判断でしたね。裏切りさんがなぜかチュンリーです。裏切りチュンリー対タツトシリュウ、ね、首が通って内足割り込み大転生で、削りにはまだ足りないか、いや足りるか、投げで死んだ。お、3段入る、ピオリーチ回復、投げが減る、すげえ減った。投げと中足で半分減ってる。あっと、
何もお釣りがなかった。おお、ジャンプ大キック勝った。組み合わせはね、難しいですね。スピニングはちょっと配信が若干。おい、やる前段ヒット。これはチュンリきついか。いや、きつくねえな。竜巻昇竜、はい、辰俊さん勝ちですね。めちゃ喜んでますね。ゴーさんの剣、龍剣対決、これも面白い。ちょっと今足にすれば3段繋がったんですが、勝利出る、しっかり大勝利。おっと、今のはあれはしょうがないね。あれは巻き込まれちゃう。あー、まずは剣が取る。おトネピーが来てくれました。トネピーでいいの。お？龍、そう。出る。あ、ここの、そうですね。さあ、じわじわしてる。大足入って。おっと、しっかり。タシオさん、上出ますね。とこはちょっと難しい。正面から行く。お、飛びが通る。しっかり出る。そうですね。ちょっと体力差が飛んでくる。あ、おどおど、なんかこちゃった。山本さんのチュンリー、今んとこ、あー、タツトさんの2勝がトップですね。そうだね、悪が滅びた感じで。ユリッチの2キャラ目は何だろうね。ガイソンって書いてある。さんメインがチュンリーらしいんですが、あまり普段チュンリー見ないんですが。お、いい竜巻投げた。チュンリーわかんない。チュンリー全然触んないから。お、ナイスチュンリー様。まあ、裏はないのかな。龍剣はね、そんなに横の幅が広くないので、横綱裏ってのが行きにくいですよね。おっと、ダイヤスにしたかった。そうですね。お、投げで死んだ。これ1-1。お、すごい歩いてた。歩きますね。そして、大きいジャンプ台パンが。おっと、これは竜巻に引っかかった。おっと、受け身しっかり。ゴーさんはかなり上からね。おっと、地上でフルヒット。山本さんのチュンリーが勝利。剣ノブさん、あ、ノブさん
はい。まあ誰どうよ。トネピア、あんまこう来ないよ。さあ、和田剣が出てきましたね。ノブさんの剣。もっと受け身なし。埋めていく。掴みたい。おっと、連覇が出なかった。お、ナイス。いかない。玉でいく。これは、お、削り切れない。脱出した。ちょっと気候を出すかなみたいなトップスピンだったんですかね。はい、次歩いてくる昇竜で落として埋めていく。そうですね。おっと竜巻が、お、ナイス、いい波動。スピン落として、あ、やばい、これは死角か。大丈夫。あ、そう、え、格じゃなかった。全然まだ死んでなかった。さあ、ロードさん。なかなかできないよね。見てから食らうだからね。おっと、届かない。あ、なんか減らなかった。なくはない、なくはない。あ、はい、あたえ。おっと、なぜかインフェルノブッパー。ちょっとね。まあ確かに。そうですね。受け身取っておっと。背中蹴り連発。おっと、これはわからん。わからんものしか。これね、誰しもは。ガード方向わかんないってことないよ。わかんない殺しだったそうです。今どっちがあるかわかんなかったというのが今ロードさんが、ロードさんはなんか毎週違うキャラ使ってるような。そしてセロジェン、ラウンド1、はい。あ、何それ。おっと、コンボできない。迷った、迷った。おっと、リバス投げ入って、そうですね。おっと、またさっきみたいな展開に。おっと、ジャックは、うん。確かに戦列はガード。おっと、あの春林に勝者はね、全然入んねんよね。そう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 、なんかもういつの間にか体力がすっごい減ってる。今全然ジャックがあったね。溜まったよ。あ、あ、俺か。俺だ。カルシウムで行く。でもコメントは誰も気にしてないもん。メキシコ。
かそれ死ぬよ死ぬよそれは今さっき言ったでしょ。聞こえない。なるほどね。これちょっとマイク変えた。マイク変えた。いやどれぐらいの声で喋っていいかちょっとわかんない。さあ金子さん負けてしまっている。ニーアーサーのホンダがこれは懲らしめに行きましたね。さあよく聞こえないってことは聞こえてたということですか。もっとでかい声で喋ればいいんちゃうか。さあ飛んでいって死ぬか。張り手から頭突きは死んだ。ドスコイちょうどよくなったね。さあま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 ああの頭突きは正直きつかったね。客観はね。さあ開幕の行動が重要。何もしないから浮いて相打ち割る。いや終わってないですよ。まだまだ読み合いが。ああ今ラッキーだ。まだ読み合いがありますよ。こっからフレイムはうまい。さあファイヤーモードに戻ったのがわざと超ファイヤーなのを見てわざと食らいに行ったニーアホンダ。これはバックジャンプ届かないが大丈夫。こっから死ぬのはきついがさすがに守りきった。今のスライディング結構勇気ですよね。読み合いでございます。さあ開幕どうなるか緊張の一瞬。バックジャンプじゃない。危ないセーフセーフ。スライディングは張り手読みだったと思うがセーフだった。さあ頭突きを散らして必死のパン守る守る。バックジャンプ大パン。さあニーアーホンダ一体どこを狙っている。いろいろ散らしていったがどこが本命なんだニーアーホンダ。さあドリル必死浮いていたので助かった。今のドリルは最高ですね。さあ3勝目カーシムさんが1勝目は3勝ですね。ガンギ。さあニーアーホンダがやられてしまったのでこれは行くともまで行くんじゃないだろうかそういう予感がする。しかしこのカワシムさんは強いですから。あ行ったかやばいよって言ってますよ。ムーさん終わったか。はいはい。お必死。しかしバニシング
ヌーさん、ヌーさんまだ1本目ですよ。敗北は認めた瞬間ですからね。自分が負けたって認めてしまったらその時点で負けになりますから。ダメですよ。さあ、どけて、画面張りに追い詰めてはいる。これはいったんじゃないですか。いやいや、画面端遠いですからね、実際。さあ、しかし次のラウンドへの布石をばらまいた感がある。残念、回復するんじゃないですか。さあ、今危なかったような気がする。相打ちして、ちょっと待ってから。台足は違った。あーっと、やった、この読み合い、台足当たらない。ゲージもあるんでね、どこかで運びに感じますね、これはね。あー、大足の空振りだけでフルまで食ってきた。あー、噛み合った。もうさあ、ムースさんが3勝で、まあ、散々今、でも今の気持ちは分かるんですよ。散々大足でね、5、6回相打ち取られて、もう手出せねえなっつって言ったファイヤーが、ドンピシャだったね。まあ、誘われましたね。読み合いだったんでしょうがないでしょう。さあ、パクさんのガエル。あ、カシニさんがやった。いいわ。ガエル。カシニさんのガエル、さん、結構やりたいですね。そうだね。いやー、楽しみに負けるか。そうファイヤーも狙われましたね。さあ、ダイヤすごい読み合っていく。いかない。あ、着地してたか。飛びをミスったと思って、もうしっかりダブルに入れてましたからね。おっと、これは削りで、削りはちょっと安直じゃないですか。さすがに。でもこれきついね。ちょっとリフトの相打ちがもう取れないんで。何するんですか、これ。ガエル、これどうすんだろうね。ダブルにミスってくれっつって、ずっとソニック打つしか泣いちゃう。これもう、あんま今ね、ありましたね。まあ、ずっと少々に打ってれば、うん、あったかも。1回ぐらいはね、トリックして、でかいのが入って下試してたんですけどね。あー、立ちぐらい。大キックや。アントビ？いや、今のはショーキックでしょ、離れっぷりは。ショーでしょ。ここはね、なんかペチって音が聞こえたから、多分ショーキックですよ。さあ、カワシニンが2連勝。次、ネロさんがいるですね。ペコさんなんか呼びかけられてますけど。ペコさん。さあ、ああ、こっちでチャットか。12月。さあ、何の話これ。これですね、多分今隣にいる人が打ってるんじゃないですか、これチャット。あ、そうなの。多分そうですよ。僕はそういうの見ます。あ、山もって書いてある。さあ、ガエルを練習してきた。ネロガエルがリード。これはもういけるんでは。普段ね、普段というか、結構やってはない、やってなくはない組み合わせですよね、おそらく。これパワシミさんのおさんとこのエロさんが大好き。さあ、完全対応か。これパワシミずっとぐるぐる回ってるが、回るだけだった。完全対応か。これ3つでいいっていう風にだね。横浜が言ったの。ソニック、リフト、マサマー。サマーいらないです。中足です。中足。ソニック。ああ、地上での中足。それだけでいい。まあ確かに、それの本当ばらまき方だけで。1回、さっき新江さんも言ってましたけど、1回一方的に回復、回復で、あとは全部リフトの内打ちでいいと。そういうふうに横浜の方はおっしゃってました。1回の一本足で足りんのかな。足りてる、本当に言ってました。結構なんかパワー差がある感じで、そうやっていって、絶対10-0だと。10-0 10-0なんだと言って、
お、イエス様1ラウンドも絶対に取られることないから。そうそうそう、ネロさんのガエルですね。横浜のガエルは急ぎました。横浜のガエル、つまり山本さんですね。カシムが負けていて、はい、そうそうそう、でネロさん、ネロガエルは勝ちましたね。2勝ですね。そうだね。で、山本さん、はい、2勝2回え、ユウさんとパクさんに勝っただけなんで、さあ2周目ですね、これでね。本日参加の15名から1周したので、ここは2周目ということになっております。前回優勝したのはユウイチさんということで、さあ、2連敗に、ね、期待がかかりますけどね。さあ、どうでしょうか。さあ、2周目入りました。山本さんガエルでね、ガエルじゃなくてチュンリーで、ね、チュンリーですね、2回目のね、チュンリーで行きましたが、さあ、1回目は、4連勝ということで、暫定今トップですね。ですね、はい、2周目の人たちは、ここから4連勝をとりあえずは目指すという形になっております。さあ、中央勝を払って、お、中央勝を払って怖いんですけどね、やるしかないですよね。そばっと怖い、お、いいそばっと、そばっと怖いですよね、ただね、まあ、戦列あるから ね、 そう、戦列あると下がりそばっとがね、使えなくなるっていうのがちょっと辛いですよね。まあ、けどね、まあ、打たざるを得ないっていうのがね、そうですね、そこもあるよね。さあ、そばっと、そばっと、いいそばっと、これ 3連発、いや、いいと思いますよ、いいと思います。実際あれは遅いって、お、ナイス、戦列剥がして、あー、めっ、おーっと、惜しい。さあ、画面を追い詰めて、サマー、いいサマー見えてる、裏剣投げに来たのか、あー、あー、今ね、今見えた暗いサマー、いや、ね、まあ、リフト打ってた、いや、ね、多分トルネイに出したんですけど、出すのが遅くて腕が伸びきらなかったですね。さあ、画面を投げに来る、いかない、お、投げ返す、マジか、マジか、それさあ、ゲージ止まっちゃうよ、これはちょっとガエルきつそうが、お、ナイス対空、よかったですね、下がりそばっとる対空、白骨に投げに来る、これは、あーっと、大金が当たりにくいんですよね、そうね、さあ、惜しかった、山本さんが一勝。さあ、そして2周目、もう一回ネロさんの、これガエル、まあ、画面にこれね、あの順番これ出ておりますが、今山本さんがやって、ネロさんがもう一回、実は2回目にいたということで、まあ、これはまあ、たまたまですね、はい、なっております。いいのか悪いのかちょっとわかんないですけど、流れを作っていきたいですね。さっきね、ソバットがかなり機能してたみたいですね、あんな感じでね、ソバットいじめありだと思いますよ。チュンリー戦のそばっとって結構有効ですよね。そうですね、あーっと抜けていきますね、おっと、運があれ、ナイス、まだ生きてますよ、しかし中足で暴れる、中足2回入っちゃった、あー、これはきつい、飛ぶ、おっと、いや、もうそばっとカーニバル、そばっとカーニバルはやっぱり背中にならず、さあ、お、いいよ、ちゃんとリフトで落とした、しっかりといく、あっと、そばっとカニバルが数日、さあ、ソニックでリズムを作っていきたいが、あれですね、あれがね、センターヒットするっていうね。さあ、セロテープさんのバルログ、いやー、バルログ、チュンリー戦練習してなかったね。さっきちょっとソロさんのバルブムとやったんですが、すごい弱かったんで、はい、バルブムやめた方がいいんじゃないかと。大事なのはこのキャラを使えないっていうことを自覚して、うん、こうすることだと思います。変に馬ぶろうとすると、うん、やられると思います。まあ、結局やっぱ、ね、味も外分もなく。まあ、ひょうひょうやったらもうそんだけで、かけて強いんでね、そうです、それが一番いいと思います。そうね、まあ、
なんかもう下手に地上でやるとかよりも、かっこつけるとこじゃないですよ。お、いいよ、テラ出るよ。あーっと、ちょっとバルドモのジャンプが早すぎたか、ね、難しいですよね。山本さんの俊龍がまた連勝モードに入ってます。しっかり連勝、ムーさん連勝。さあ連勝、バルドムの速い時にもしっかりと。これはまずいのでは。お、これ背中蹴りモードが、あ、変なの出ちゃった。読んないか、ピョッタピョッタ投げ投げ、これ投げで。さあ取られている。腐ってもバルドムですかね。しかし、垂直でばらまいていく。おっと、なんか画面の外ですった。空中投げですね。ナチュラルイズナ。いや見えなかったね。これは、おっと、お、なんか一生懸命くっ、あと10秒ぐらい早く上から来るということに気づいてほしかったですね。テラーを貯めておいてほしかった。はい、金子さんだね、これは、ね、今テラー貯めてればね、これ上からしか来ないんじゃないかっていう予感をどこかで体力半分ぐらいで気づいていればテラーを貯めるという選択肢があったと、ね、ちょっと遅かったですね。テラーを貯めてなんか宙に逃げようとしてましたね。ではダメですね。高めで食らって投げるとかそれぐらいのあれは必要だったとは思います。あ、次金子ガエル、これ本物だね。はい、さあこうそろそろ3連勝ぐらいでね、止めてもらったね。これで3連勝、大変なことになりますからね。めくりに行く。これはガード、しゃがみ中盤が下段で当たった感じか。マジっすか。ガエルもそんな、ガエルあるガエルも、うん、さすがに遠いぞこれは。さすがにこれ踏んじゃって、めくりに行く。裏剣入る。お、いい固め、いいですね。あ、それ、それっぽい、うまいね。今の固め良かったですね。それっぽさ逆。あのコパン中足をやチュンに割り込める技は多分ないのかな。あんまないと思うね。よく我慢した。裏剣は間に合わず。さすがにサマー、これは表だった。表だった。しかし金子ガエル立たない。投げなら受け身でいいやって感じだね。さあいい戦力だったが、ここは吐かせて受け身取って、裏剣が入らなかった。ゲージがないうちにどうにか取り戻したいぞ。おお、よく溜まってる。溜めてた。悔しい。さあどうする、こっから。うわーっと、耐久が、あー、まさかの壁蹴りでしたね。壁蹴りは読んでない。壁蹴りは読めないですね。さあ出てしまって、これめくれるぞ。お、めくり入って、ここはどう。祭りだ祭り、祭りだ。踏んだ、表から行く、投げる、止めた、お見事。さあムーンさんが次は竜で入るということですね。お見事です。さあスロテープさん、もう終わったから喋ってください。2回終わったでしょ、ないから。さあまあユリッチがめちゃくちゃ勝ってみたいな展開は、ああ飛ぶ、勝利出してる。さあ立川龍と指し龍のことを偏愛しているムーさんなので、多分それっぽい動きを目指しているのと。それはやらないんじゃない。今の竜巻は指しさんと立川さん出さないと思いますよ。絶対出さないと思います。そう、あー、ゴー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 、あーあー、さあちょっとそういうのもちょっとどうなの。あっと、これは立川さんと指しさんがやらない動きのオンパレードですよ。よくないですよ。そこら辺の竜になってますよ、これダメですよ。
そこら辺、そこら辺の竜ですよ、これじゃあ。なるほどね。さあ、追い詰められている。何もできなかったっぽい。ガイル戦知らなかったのかな、ね、さあ、ロードさんの S 剣どうですか。動画でたくさん、竜ガイル戦見てきたと思うんですが、なんかあんま動画にいいのが続かなくて。あー、ガイル側でね、ちょっといいのかな。竜ガイル難しいですね。うまいガイル、なんとか出ない。 S 剣が来ましたね。ロードさん、はい、店員の方ですね。ここは金子さんがグイッとなんか勝っていきそうな感じもしないでもないですね。お、うまい。これは片尾。お、いいね、いいスラッシュ。片尾なんもしないわ。大足しっかり、いいですね。あそこで裏剣に甘えないでしっかり台足入れるのがね、本職っぽいですね。トレーニングって感じしますね。お、あ、どう、なんかシンプルな技の積み重ねが怖いですね。S 剣は、 S 剣はね、ほんと一個一個が強いんで、ぐるぐる。さあ、さすがに負けるわけにもいかないのか。投げる、強気、そして繋ぐ。中野さんの S 姿ですね。中野さん、誰なんでしょうね。中野さん、S さんが、S さんがガイル。これはなんか、某ガイル使いが一番終わってるという、ダルシムよりずっとヤバいと。さあ、果たしてどうなるか。まあ、普通に超キツそうだけど、まあ、序盤にソバットが当たりまくって体力はリード。いいスタブ。あった、ゼナドット。これは S さんが積んだか。あ、どうしようもない。これもうダメ出されたら。金子くん、我慢に我慢したね。あ、ペカさん見てくれてるね。タッチタイパン、アパが出る。すげえ振ってる。あんな距離でも2ヒット、さすがに死なないが、西の息。こっから勝ったら神ですね。S さんのアパカはね、ダメージがもうクソでかいんで。お、なんかすげえダメージが。フライ、フライ行きそう。おお、金子帰るのうまい。勝利したの竜ですね。早いですね。中野さんはちょっとね、ちょっと弱って、意外と分かってない今。あれ、セロテープさんどこに行ったんですか。セロテープさん、コインを持ってどこか逃げましたよ。セロテープさんが持ってるわけではない。セロテープさんが持ってたわけではない。すいません、冤罪でした。冤罪でした。すいません。さあ、金子さんはこれ4連勝してますか。これで、トップになりましたね。山本さんと並んでトップですね。さあ、ここを超えれば暫定トップ。並んだらどうなるんですか。並んだら戦えばいいのか、うん、さあ、2人で決勝でしょう。しかし、竜戦は好きですからね。あのムーンさんをやるって金子さんですから、これは強敵だと思いますよ。まあ、ガイル使いはやっぱみんな竜戦は好きなんじゃないのかな。うまいっすね。避ける、当然避けますね、今のね。
くい間に合った間に合ったですね。あそこちょっと読み合いですよね。なんかもうある程度のその操作要件とかはある程度もう食らってしょうがないみたいな感じにやるしかない気がするんだよ。ここ入っちゃう、ここ下がってるんですね。下がって中足、あそこ読み合いなんでしょうがないですね。下がって中足がね、完全耐久なので。さあ、画面の忍び、これがしたくて切なってる。いい球よけ、戻していきますね。逆に画面端ゲージもないんでね、どんどんやっていきますね。うまい、おっと、引っかかった。しかしね、もう分かんないですよ、狂気って。真空アルターね、生きてる狂気ですからね。何が起きるか分かんないですよ。しかし金子ガイルは時間使っていく。ちょっと危ないが大丈夫。ダイゴス見てからサマー大丈夫だった。金子くん超えるトップ、5連勝トップですね。ニアさんの剣、龍剣が多いですね。龍剣龍龍ですからね。龍剣龍龍なるしもということになっております。今回からですね、あそこでただいま、ワンピー側の、さあ、ニアさんの剣、ガイルが、これは金子さんのガイルでございます。いい球受けですね。あ、うまい、うまいですね。おっ、あと、下から行く、読んでるけどね。お釣りを見つって中キックで行くんですね。露骨、まあ、食らっても体力がね、残ってるんでいいでしょうという形の。さあ、長州来た、小足だった、行ったか、これ。しかし画面端で今のね、今のが波動にならないだけでこうなるっていうね非常にこの一通のそうねありますよね。で、今波動だったらね、波動だったらまだ画面端にいる可能性ありますからね。逆にこれですよ、体力も奪われてね。わあニアさんやりますね。さあ、王さんの今度は龍ですね。これで、金子さん、山本さんが現在トップですね、2人が。そうですね、金子さんが5で、金子さんが1位で、山本さんが4と、うん、次がムーさんの3勝ということですね。はい、さあ、飛んで、いや、この組み合わせもね、なかなか熱い組み合わせなんじゃ難しい。お互いむずいと思うんだよね、これ。まあ、やっぱリオが少し有利だとは思うんですが、掴んで剣の爆発力もあるので、おっと、なんか足がブンブンと浮きっちゃう浮きっちゃうですね。勝ちはいいんだよと。アントビー超キック、小足で確認して多分レッパ入れたんですけど、何も、まあ、ブルンブルン出ちゃったぞ。潰っていく、ピヨったー、2発目でピヨりましたね。あー、パン出なかったー、なかったやつさあ、勝って2勝目。次は、ノブさんの竜、しゃがみアッパーから出してほしかったですね。ノブさんはおられますか、あのガイル使ってた方。ノブさん、ノブさん、メガネをかけた方、すごい曖昧な情報おられましたね。先ほどはノブさんは剣ということでね、剣がメインなんじゃないでしょうか、だと思いますね。今度は龍、昇龍、ゼロ大昇龍、めくりに行く。今度はミスったが大量リード、なんか、なんかが出ない表剣に飛んでいく。ニーヤさんも思わずガードしちゃった。ほら、中5戦、ダメですよ。ある程度、ある一定の年齢層から上の人に中5戦は確定になるんで禁止ですね。確定トロフィーは確定世代ですか、中5戦ですか。
まだ隠らない世代。頑張って見るときは見るんですけど、何も考えてないと普通にしゃがる。だから立ってくらっちゃうとかありますよね。いや、選択肢に入ってないと、食らった後に、そういえば中ボスってあったなみたいなことを思いながら、なんか楽しむことはありますよね。なるほど。ダルシムでやってるときは、もう見てから立つゲームみたいなやってたんですけどね。まあでもさっきみたいなあのちょっと遅らせ中ボスは嫌ですよね。やっぱ嫌ですよね。投げちゃいけないですよね。飛んでいく。上引っ掛けた。剣の味。剣に上から行きますね。あっと勝てなかった。ちょっと動きが読み切れてない感じの立ち回り。おっとドラゴンダンスが入った。いやー痛い。激痛。ガードしたー。ガードしたー。しかし昇竜から昇竜で待ってた。ショーキックでごちゃごちゃにしに行ったけど。さあ勝って一勝。川渋さんのダルシムでございますか。お来たね。はい。まああのここからは川渋さんのダルシム。ユーリー氏の最後まで行ったらこれは1周目に戻るんじゃないですか。キャラクター的にはあのその人が負けるまで。さあ、川渋さんのダルシム。これはちょっと来ましたね。どうなるんですかね。個人的には川渋さんがどういう動きを見せてくれるかっていうね楽しみがありつつ。どう買っていくのか。アンテレコ思いつきます？どうした？ストレートルバーちょっと。上手にも思いつかないですね。これはね。出す意味が。お、うまい。見えてる。しかしスライディングはやりそう。お、勝利。これは。あ、やる。足。下段からシンク。いいですね。ね。当たり勝利はちょっとノックした。川渋さんが無理やり流れをもぎ取りに来た。頭から川渋がだんだん突っ込んでく。お前にはやらせんという感じの意思。あれあれダメだね。お互いがやているがやりにいっているがお互い下げに溜まった。これは冷静に危ないよ。おわーこれはまさか中5スロット。少しで投げる。なんと川渋さん敗れる。川渋ストレートで負けた。いや今のは甘かったですね。ねえ、いやあそこで歩き投げはなかなかちょっと大変だね。ゲリッチーゲリッチーゲリッチー前回優勝。前回優勝したらしい。前々回ぐらいのなんか優勝してなかった。そうなんですか。すごいじゃないですか。さあ座ってんのゆりっちー。ゆりっちーやって。ゆりっちーやって。バイソンバイソンやってやって。早く早く。負けたからですよ。それしかない。さあユリッチが、そうですね、ユリッチが止まれば、あとは金子さん。金子さんはもうあとはあの干渉手段がないので、あのこのここから誰がこの1周目の誰が勝ったとしても、この金子さんは11番目に控えてるので、3周目新しい、あ、そうなの、3周目の新しいリストがあるそうですね。これ金子さんは あの4番目か5番目以内にいますか。干渉手段ないですか。これ祈るだけですか。あとはあユリッチがなんか汚いことをやってる。あもうあのこれはあ、ユリッチこれ連続サブ。せこい、せこい、これはせこい。せこいな。さすがユリッチ。あー、タンパー。めんどくさくなってなんとなく強い技を出して。このキャラのね、強い技やっときゃいいんだろうみたいな。ハクさんのガエル。ね。ということで。これは。どうなるか。これ金子さんは祈るだけじゃないですか。はい、でもこれユリッチが勝ってたらそのまま抜かすから祈るだけですね。金子さんはただただみんな頑張ってくれということでございますが、あっハマー出していった。今のハマーは削りで終わっちゃう。
これは前回優勝者ユリッチか。ソニックを打ちたい。ソニック打ちたいですね。そうですね。ソニックでどんどん押していかないとね。掴むにはいかない。危ない危ない危ない。ああ中足に入っちゃった。掴むでしょうか。お確認した。えらい。今掴むでしょって言ったね。暗い確認から掴むと思ってたんですけど、なんかおしゃれっぽく確認ピッピしましたね。さあ2連勝して裏切りさんが出るということで、バイソン同キャラ。お、仕込んでましたね今ちゃんとね、中キックパンチに。あ、これ おい、これはまた始まったか。おい、あー、ゆういちこれ完全にもう簡単にやろうみたいな脳死。ゆりちが今脳死してます。心の中でどう思ってるのかすごい気になりますね。ゆりちが脳死してます。何も思ってないと思います。無だったんですよあれは。そうかな。投げ返されるまで頭突きをしようと思って間違いないです。返されるまでやるっていうのはありですね。完全に無になってますね。あ、これまたやりますよ。お、やらない。そう、逆にやってほしい。あどうする。投げ返す。あるあー、いやー惜しい。3勝してますけど、これね、なんとこれ私、これ1周目のリストに戻るんだと思ってましたけど、ちゃんとね、これ用意して、3周目のキャラも用意してあったんですね。キャラは何使ってもいいでしょう。あ、3周目はエントリーしたまでどっちかのキャラでということです。とりあえず次の子はネロガイル、ガイルだと思うんですけど、ガイルを、ネロさんは、ガイルガイルで、だからガイルですかね。倒して、この3周目の2番目がこれ裏蹴りさんなんですね。ですから、あ、またどう、あ、でもキャラ変えるって可能性もね。と倒すと、5勝と。あ、俺の出番はないです。来そうにないですね。ないです。ユリッチはあとこのネロさんとウラケニさんとタツトシさんを倒せば、今何連勝、今3ですので、これが4連勝目となると思います。勝つのであれば、あとはこのユリッチという人が負けるまでこの決勝続きますので、今これ2周目終わってユリッチが、3連勝目をしているというところで、これ負けるまでですね。あとはユリッチが負けるまで、この行われます。ですので我々はただ、あとバイソンはめくりにくい、クレイジーに入っちゃった。我々はただここでユリッチ早く負けろというふうに見守るだけでございますね。さあ、ここで4連勝となりましたので、2位に到着で並んでおります。さすが他者は違いますね。ここで勝つと、裏切りさんがバイソン同キャラ下がるですね。金子さんに並ぶと。5勝で並んだら金子さんに入ってもらった方がいいんじゃないですか。疲れ本当に。あーっと、逆に、あー、汚い。真面目にやってほしいですね。まあ、これがユリッチの真面目だと思うんですよね。フィーロンでもね、なんかこんな感じなんで。あー、始まった。はい、なんか超高めから、あー、ここ始まっちゃう。始まらない。始まってますよ。おっと、なんかちょっとかっこいいことやろうとしたんじゃないの今。お、ユリッチさんこれ5勝ですね。これ次どうするんですか。5勝さす…あ、金子さん入れます。あ、なるほど。なんか5勝で並んだので金子さんに行かせるそうです。あ、そうなの。ドラマチックな展開にするそうです。あ、それでどっちが…あ、さすがになんかこのまま金子さんが見守るだけでユイチがなんか勝ちを重ねて終わりって言って寒いんでそういうことになったそうです。なるほど。もしかしたらずっとそうだったのかもしれないですが、ちょっとこの大会形式初めてなんで分かりません。
さあ絶対勝つというふうに言ってます。え、なに？え、なんかすごい、なんかルールが三先じゃないかって言ってます。はい、三先だそうです。すいません。なるほど、そういう予定だったんですね、最初から。はい、これが三先で、ただいまですね、どういうことが行われているかっていうと、今説明しますと、金子さんのガイルとユリッチさんのバイソンが、5連勝で並んだということになりましたので、それぞれ5勝同士で並んで今決勝戦ということで、3本先に取った方がここは勝つというルールになっているそうです。ということで今1本目で、金子ガイル対ユリッチバイソンの、1本目が行われております。さあ金子さん楽しそうですね。いや、金子君に頑張ってほしいですね。みんなそう思ってるでしょうね。ここでユリッチを応援する人っていうのは珍しい。さあ重ねて、あーっとヘッドで打って投げる。さあ読み合いは埋めて投げる。まあ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 、あれも、まあ、あれも難しいところですからね。投げる勇気みたいなのありますから、まあ、埋める勇気、投げる勇気、2回勇気を通してユリッチさんを褒めたいですよ。中外地トロフィー優しいですね。おー見てる。たまった目の前座りちゃった。うわ怖い、今の調子怖い。怖いですよね、もう。あーサバーが負けた。負けるんですよね。なんとユリッチが取りましたので、まあ3先だからね、まあまだまだまだいける。さあ2本目、開幕結構濃厚に有名なんですよね。いやー、内が痛い。もう原始溜まっちゃいますからね、どうにかしたいですね。あ、取らないのか、コパン。あー出際。さあ、あー、大パン痛い。ユリッチがいい感じに、いいですね、無駄なダメージを食らわないでゲージが貯められていると思います。投げる、いいですね、固まったところに投げていく。左足刺さる。うわ、いやでもいいグラウンドだったな今。あー確定ですね。さあこれはユリッチバイソンが2本取ってあと1本。本当に多分ユリッチの家族が本当に誰もユリッチを応援してないですね、これね。そうですか。さあ、いろんな言い訳が飛び交ってますよね。ユリッチを応援していないのは確かですから。そうですね、これも金子くんを応援してます。いない。あっと、これかっこいいのが出ない。いやー、これ致命傷にならなきゃいいですけどね。あ、これ まずいよ、こっからバイス全然あるよ。あぶねー。遠かった。あぶねー、逃した魚は大きかったですけどね。だね、戻しましたね。まあミスは帳消しになりましたね。あ、今俺半角ないね。あれナイス、ずるいです。あー、軽く分とりあえずね、一本取り返したい。うまい、こっから。あー、中足にテクトが引っかかる。あー、まずい。これユリッチの得意な始まった。しょうがないね。さあユリッチが、ま、ユリッチリーチですね。これマッチポイントとなりました。さあこれは必死の落とす。金子くん頑張れ。通せない。中足空振るのはちょっと痛いですね。相打ち、あのヘッドが汚い。打ち得半角ないから。ダメージは辛い。なんか謎の大金出てくるけど、ちょっとまずいよ距離が。あー、割り込めないね。出させて、うまい。うまい、ライキックに半角取りましたね、今。あっと、ダメージ。あー、勝ったな、ユリッチ。おめでとうございます。
負けなし。レイリッチストレートで3本で取って優勝ですね。さあさあ、勝者コメントは聞きたくないのでなかったことにしましょう。さあおめでとうございます。ここでちょっとね、こリオイントにするそうです。エッチさん、勝利のコメントをそのマイクに向かってどうぞ。なるほどね、ザコしかいねえな、ここは。じゃあ、12月の大会に向けて一言。まあ、そうですね、僕は4人抜かないと勝てないチームなんで、ちょっと頑張ります。なるほどね、頑張ってください。ありがとうございます。ということで、これは何、大会終わった後はどうなるんですか。適当に締める、配信もあるんですか。配信は続きそうですが、大会は今回これで終わりということで、大会はこれで終わりですね。さあ、今回はね、じゃあちょっとまとめますと、ミニ大会は5連勝した金子さんとユリッチさんが、決勝戦3本選手を行いまして、3連勝ですね。ストレートでユリッチが当たって優勝と、前回に引き続きなのかな、優勝したということになっております。なんとユリッチね、違う、前々回はユリッチ、前回はグッチさんだ。前回グッチさんだったということでございます。いやー、ユリッチさん強いですね。よかったですね。バイソンにしてからね、なんかフェイロンの時より輝いてる感じがね。練習してるって言ってますからね。まあ確かに結構ね、あの初めていらっしゃるんですけど、まあこの後は、まあ、の試合を配信で垂れ流していくので、大会はこれで終わりますので、ご視聴ありがとうございました。これは毎週やってるということでね、はい、ぜひこの見てる方もね、金曜日はデイトらしくと。そうですね、お近くの方はぜひね、結構いろんなキャラとかいろんな人がね集まってるんで、ぜひ対戦しに来てください。駅からすぐ近くです。そうですね、徒歩30秒ぐらいかな。ユリッチさんがね、まあ、嬉しそうで、我々もなんかもうほっこりしますね。そうですね、僕はあんまりさっき誰もユリッチを応援してないって言ったら、いやいや応援してますよっていう人は誰もいなくて、そうですね、我々がユリッチを応援していない理由はこれこれこういうことなんだっていう言い訳しかみんなしなかったですからね。結局誰も応援してない。まあ確かに、まあ、ドラマがありましたけど、でも、まあ、そういうキャラなんでね、ユリッチは、ね、まあ、今回あとはキャラなんで配信していきましたので、今回は12月2日はこれで終わりということで、はい、また来週もやりますんで、ありがとうございました。また来週も見てね。はい、配信は閉店まではやらないが、ちょっと店員さんに返します。店員さんのロードです。どうしますか、今日はいつも通り配信中になりますか、それともまあここで切っちゃうっていうのもありですか。じゃあいつも通り、じゃあ11時まで配信やります。はい、ちょっと待って、はい、本日もお疲れ様でした。まだ配信やってますが、あ、そうだ、まず機材トラブル、皆様、ご迷惑をおかけしました。すいません。ちょっとまだ原因究明できてないですが、ちょっとまた明日以降原因究明して、ちょっと状態増えたのでできるな増やしたいなとは思ったんですが、これ以上増やすとちょっと迷ってそうなので、多分状態というか時間の数はこのまんまでやると思います。ちょっとね、状態感も狭くなりましたが、その分状態増えましたので、よろしくお願いしますといった感じで、これは本当にいろんなことがありました。すみません、山本さんありがとうございました。
うですね、来た人しかわからないかもしれませんが、店内ものすごく変わってます、すごく配信やりやすい環境にしたと思うので、皆さんこれ以上人数増えても大丈夫ですから、これなら、よろしくお願いいたします。何でしたっけ、小山ニュートン、何でしたっけ、12月11日、土曜日でした、日曜日でした、日曜日、チーム戦 X みんな出る方多いらしいので、そちらの方もチェックお願いします。あ、そうだ、あと言われてたんだ、第4日曜日の、なんていうんですか、定例会、定例大会、これとは別のちゃんとした大会、ちゃんとした店舗主催のちょっと大会がね、日曜日、ちょっと最近なんか参加者が少ないんですけど、いいです、いいです、そうですね、これお店側でちょっと考えていただけるとと思ってるんですが、第4です、第4日曜日っていう話は聞いてますけど、第4日曜日のあれですね、定例、月1定例会っていうのがありまして、スパツ X、みんななんか忘れ去られてるような感じになってましたそうですね、ちょっと日曜日の19時っていうのが来づらい人もいるとかいないとか、まあ来れる方よろしくお願いいたします。そうですね、だから第4週に関してはその金曜日がここであって、土曜日が西日暮里の方であって、で日曜日がまた式なんで、大丈夫です、3連投なんですよね、鮮明出しても大丈夫ですよ、系列ですからちょっと全然、次回は12月25ということで、なんと聖なる夜、クリスマスなんですよ。これちょっとあれですね、家庭持ちはどうなるかわからないんですがっていうところですよね。も踏まえてちょっと時間と日付どうするかを店舗側で一度考えていただけるとというところで思ってますが、どうでしょう、我々も考えた方がいいんですか。そうですね、おそらく皆さんから意見を聞くのが一番早い。ああ、そういうことですねそうなんですよね、前回ちょっとね、集まらなくて中止となりまして、わざわざ遠征の方が来ていただいている中、中止というのはちょっとっていうのはありますので、ちょっと皆さんで意見をまとめていただくとこちらも助かりますちょっとね、考えますんで、うち、あれ、ちょっとごめんなさい、うちの方もまた、とりあえずまだ2週これがあるんで、はい、はい、そうですね、はい、とりあえずそれまでに、はい、着々と考えつつやっていこうと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします、はい、山本でした、申し遅れましたはい、じゃあとりあえず、11時までは配信ありますが、毎週金曜日の日の細道はとりあえずこれで終了ということで、皆さんありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様でした。あとごめんなさい、全然別の、告知じゃない、広告をぶち込みますけど、本日は下赤塚橋朝まで営業の日なんで、スパツ X したい方はこのまま流れに行っていただければ朝までできます。アーシェさんですね、朝までやれますんで、はい、本日はそういう情報を伺っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ではじゃあこの後ですね、11時になってもですね、多分マイクなしで配信切っちゃいますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ンワンファイト。
ンファイト。Ha ha ha!
くYeah!